黒田孝也です。組長をやらせていただきました、えー、今回はね。一部分二部分くらいしか出ないんですが、えー、非常に楽しく収録させていただきました。何だろうな。これ、何が一番見どころ？聴きどころどこかっていうと、やっぱり謙遜さんじゃないでしょうか。<laughs> えとねえ。私と黒だと謙遜さん、けんゆうさんの方が。 若いいっていうねこれが非常にこう楽しかったですね、えー、普段は大尊敬する大好きなドジなおっちょこちょいな先輩ですが <laughs> こういう時にこういう作品でしかも剣佑さんとちょっとでも絡めるっていうのは、えー、本当に楽しかったです。ななななかかない機会なんであとは非常に苦労してちょこっと怖い雰囲気を出しました。 どうしてもね優等生だった私はなかなかそういう怖い表現っていうのが本当 本当に苦手としているところなんですけども、えー、いかがだったでしょうか一生懸命こうゴッドファーザーを見たりとか、えー、そういう映画を見て、えー、起こる演技を、えー、徹夜で勉強してきました <laughs> そこら辺をぜひとも聞いていただければとどうしても人柄の良さがどうしても出ちゃったかななんてちょっとこう気にもしておりますが、えー、そこら辺は多目に見てください、えー、それでは皆さん <laughs> 楽しんでくださいどうもありがとうございました